はい、こんにちは。税理士コアミナミの YouTube へようこそ。オンライン上で税理士を雇うということで、オンラインサロンを運営している自営業専門の税理士コアミナミです。本日の動画もよろしくお願いします。本日の動画はこちらです。個人事業フリーランスの始め方。個人事業フリーランスを始めたい方は必見です。本日の目次内容はこちらになります。まず一つ目ですね。起業するにはどうすればいいの？絶対にやるべきベスト3です。これは損をしないため、こうしておけばよかったのにな。あの時起業するときにこういう風にしておいてくれたら損しなかったのにということが実際に多々あります。あと3つ目、最後にそれ以外早めにするべきことを紹介いたしますので、動画の方最後までぜひぜひご覧になってください。はい、それでは個人事業フリーランス始め方について動画で紹介していきます。本日の目次はこちらになりますね。先ほど言ったようにこの流れでいきます。特にね、押さえてほしいのは、この絶対にやることベスト3です。損をしないためにもぜひ見ておいて最後まで見てください。はい、まずですね、起業するにはってことなんですけど、起業には、ね、種類があります。フリーランスで始める方法、あとは副業として始める方法、自営業としてね、開業届を出して自営業としてビジネスをやっていくっていう方法、あとは両立タイプっていうのもあります。どういうことかっていうと、会社員しながら自営業したりとか、平日の昼間はどこかに働いて夜だけする、週末だけ自営業するっていう、この両立タイプっていうのも今はできるようになってきていますけど、ゆくゆく自営業、自分のビジネス一本に絞りたいなって言って絞っていく方もいれば、両方のいい面があるので、両方をうまく使いながら、会社員もしながらずっと自営業もしていくっていう方ももちろん実際にいます。法人を立ち上げるっていう方法がまた起業の一つとなります。今日はね、自営業をメインにしますので、自営業や副業をフリーランス向けの動画の内容になっております。そして次にしなければいけないのは、開業日を決めるっていうことだと思うんです。開業日を決めないといけません。そして次にしなければいけないことは開業準備ですね。これやらなきゃいけないことめちゃくちゃ量多いんですけども、まず日付を決める、あと場所を決めるとか、どこでオフィスお店を借りるのか借りないのか、借りる場合は見つけないといけません。かなり前から開業準備の方をしていかないと、間に合わないですよね。広告はどうするのかとか、名所はどうするのとか、ホームページどうするのってことね、起業するには本当にたくさん決めることがあります。まあ、とにかく起業するにはまずね、起業の種類を決めていただいて、開業日を決めていただいて、3つ目、開業準備に取り掛かるっていう風なのが大きなざっくりとした基本的な流れになるかと思います。起業するとか独立するってすごく楽しいことだと思うので、人生においての節目というか、ぜひね、ワクワクしながら、せっかく自分が好きなこととかね、やりたいことを実現しよう、形にしようと思って始めるものなので、楽しんですればいいと思います。ただ注意しないといけないのはこちらです。その税務上で出さなきゃいけないものを出してなかったりとか、これ出しといたら得だったのにとか、損をしないように必ず税務上の情報やしなければいけないことしておくといいですよっていうものを今日紹介します。損しないようにここまでチェックしてください。絶対するべきベスト3です。まず一つ目が税務上の届け出の提出。これが漏れていると本当に皆さん損してしまいますので、必ず何を出さなければいけないのか必ず情報を仕入れてくださいね。二つ目は開業前の経費の集計です。これも意外と皆さん漏れている方が多いです。開業前に買ったものって経費になるんですか、知らなかったですっていう方がいらっしゃるので、2つ目、この開業前の経費の集計も必ず損をしないために情報として知っておいてください。そして3つ目ですね、これは節税対策の検討です。起業前後の段階でも節税対策の方を検討しておくと、こう慌ててしなくていいので少し余裕が持てますので、もう最初からこの節税対策っていうのは少し頭に置いてね、検討していく方がベストだと思います。それでは順番に絶対するべきベスト3、1番、2番、3番順番に見てきてますね。税務上の届け出書、これ自営業の場合です。届け出の種類があるんですけど、1、2、3、4、5、今回5種類、大事なのはこの上2つです。これは絶対自営業ならば出さなきゃいけない書類だとも思ってください。まず1つ目です。個人事業の開業等届け出書ってあります。これは何月何日にオープンしますよって、オープン日いつにオープンするのでお願いしますねっていうことを税務署にお知らせするというか、宣戦布告するという A4 の用紙になります。これは提出期限は開業して1ヶ月以内に出すっていうことが義務付けられています。開業日が決まりましたら個人事業としてスタートしますよっていうのを税務署の方に提出します。これによって何が起こるかというと、税務署から確定申告の用紙が届くんですね、年末になると。ですので、この届け出をしなければ確定申告の用紙が届いたりっていうことは来ないです。そしてこの上2つ目が本当にこれが大事です。もう個人事業の開業届出書と一緒に出してほしいんです。開業後2ヶ月以内で、ちょっと1ヶ月ここにタイムラグがあるんですけど、こちらの
の方をタイムラグがあるからといって忘れてしまうと本当に大きな損することになりますので、もう開業届とこの青色申告承認の申請書というのは一緒に出すというふうに思っていてください。皆さんもこれ青色っていうのはね、詳しく知らなくても青色申告がある、白色申告があるっていう色の情報だけは来てると思うんです。で、青色申告の方が基本的にお得です。とりあえずどっちかにするか悩んでると思うんです。とりあえず出しておいてください。後でやめることはできるので、やっぱり白色でしますってことはできるんですけど、後でやっぱり青にしますっていうのはできないんですね。開業届とこの青色申告承認申請書っていうのは必ず出してください。概要欄に URL にダウンロードのページを貼っておきますので、こちらの方をダウンロードして記入していただいて税務署に提出するっていうことになります。そしてこちら給与支払い事務所との開設届でしょう。これは何かというと、スタッフや正社員を雇う方は給与支払い事務所を開設します、給与を支払いますよっていうのを税務署にお知らせする必要があるので、こちらの書類を出します。これも開業後1ヶ月以内ですので、お気をつけください。で、源泉所得税の納期の特例承認に関する申請書、この源泉所得税の納期の特例っていうのがどういうものか、ちょっと話すと長くなるんですけど、スタッフとか正社員雇うと源泉が引かれてる、自分がアルバイトした時とかに源泉所得税が引かれてたと思うんですけど、自分がオーナー側になると今度それをやってあげないといけないんですね。で、それを本当だったら毎月毎月預かって毎月毎月税務署に払いに行くんですけど、それは大変だよねっていうことで、小規模の小さいビジネスであったら半年に1回でまとめていいですよって納期の特例になります。1月から6月分を7月に払う、7月から12月分を年明けの1月に払うという形になります。この給与の支払い開設届を出すときにこちらの納期の特例も一緒に出すケースが多いです。期限がなるべく早くというふうになっております。最後なんですが、この青色事業専従者給与に関する届出書ってあります。これも後出しできないので開業後2ヶ月以内に出してください。これはどういうものかと言いますと、分かりやすく例えると、例えば、オーナーがいて奥さんが経理をしたり、ね、事務作業をしてくれると、専従してくれる場合は身内なんですけども、その奥さんに払った給料を経費にすることができるんですね。そうその分経費が大きくなるのでお得な制度なんです。というわけで 1,2,3,4,5 っていうのは基本的な税務上の届出書です。これで全部網羅してるわけじゃなくて、他にも書類はいろいろ種類あるんですけども、自営業の方で必要であろうな、今出す方が多いなっていうのがこちらの種類になります。でもう一度言いますけど、一番大事なのはここの個人事業の開業届でしょと、この青色申告承認申請書、この2つが特に一番大事です。自営業を始めたいんですとか起業したいんですけど、どの書類を書けばいいですかって聞いていただくと説明してくださったり、あと書き方とかも教えてもらえるので、税務署の方に行っていただいて聞いてもらうと話が早いかと思います。もうとにかく忘れちゃいけない、出さなきゃいけない書類があるっていうことだけ頭に入れておいてください。2つ目、開業前の経費の集計になります。開業費として開業前の経費、買ったもの、かかったもの、自分のねお店をオープンする前に買ったものってやっぱ出てくると思うんですよ。開業費として経費にできるんです。専門用語で言うと開業費って繰延資産って言って、任意償却で少しずつ少しずつ経費にすることができるんですけど、こうざっくり言うと開業前の経費は集計しておくと開業費として後々経費にできるってことですを覚えておいてください。開業前だから関係ないよねって言って領収書やレシートを捨てないでください。まあ、一箇所にねファイルに領収書レシートを入れておくと、自分のビジネスするために必要だと思ったもので支出したものはこちらの開業費として経費にすることができるので、封筒なりにまとめて入れといておくっていうことが大事です。注意しないといけないことは、この減価償却は該当しないので、減価償却っていうのは10万円を超えるような何か大きなものを買った場合です。減価償却に該当しますので、こちらの開業費の中には入れないんだよっていうことだけ覚えておいてください。減価償却については過去に動画で紹介してますので、そちらの方でご確認ください。はい、そして節税対策の検討をしておくのが3つ目に大事なことです。ね、前もって検討しておくと、いざって時に使えますので、必ず覚えておいていただきたい項目、3つ目になります。一つ目の節税対策の検討。これね、本当に自営業の方入ってるっていう方多いんですけど、小規模共済の加入です。自営業って会社員と違って退職金がないので、毎月毎月支払っていって、退職金を準備していくってものです。で、ここの掛け金が全部、全額控除になるんですね。なので、節税につながります。で、小規模共済についてはね、お近くの商工会議所さんとか、銀行で取り扱ってる銀行ありますので、調べていただいて、申し込み用紙を手に入れて、申し込みすれば OK です。で、小規模共済のいいところは、月額1000円から、マックス月7万円まで選べます。だから、調子がいい時には、掛け金を上げればいいですし、と今、売上調子悪いんだよねって年は下げることができるので、なるべく早くから掛けておくと、有効な節税対策の一つになるので、自営業の方は覚えておくといい情報だと思います。一つ目の
税務上の、ね、届け書 の所得税の青色申告承認申請書っていうのを出すことで受けることもできる節税のものです。こちらが青色申告特別控除っていうことですね。65万円10万円って数字を聞いたことある方いらっしゃると思うんですけど、次の確定申告書からこの65万円控除が電子で出さないと55万円に下がるというふうに改正が入りますので、またこちらの方ね、別に、ね、動画撮りたいと思うんですけど、青色申告後のこの特別控除65万円はマックスで使うとすごく大きな節税対策になります。出さなきゃいけない書類はちゃんと出しといてねっていうことです。で、先ほど言ったこの青色事業専従者記算ですけど、青色事業専従者企業を出すって方はこちら、届出を出すことによって家族への給与が経費になるというものです。他にもね、節税対策ってあるんですと、ふるさと納税とする医療費控除があるよと、いろいろあるんですね。で、節税ベスト5っていう動画も私作ってますので、そちらの方を見ていただいたら詳しく紹介をしてます。そちらの動画ぜひご覧になってください。はい、それではね、それ以外早めにすべきことを順番に紹介していきたいと思います。まずこちら一つ目のポイントの事業用の銀行の開設です。個人名で構いませんので、のレベル高い人はね、通帳が3冊になろうが4冊になろうが5冊になろうがね、どんだけ増えていこうか把握できるんです。自営業の方で起業したばかりの方っていうのは、まあ、経理にもあまり慣れておりませんし、プライベートとビジネスが混ざってしまうと、もうなんかもうわーってなっちゃうんです。把握しにくくなって把握がしづらいんです。なので一つ何でもいいので事業用の銀行を作ることをおすすめします。そして同じくクレジットカードを作っておくといいですよっていうことです。クレジットカードも一緒なんです。ビジネスのものとプライベートのものが一緒に引き落としされてくると、ものすごく追うのが大変なんです。で、今ねクレジットカードって明細がペーパーレスになってるじゃないですか。で、明細をね引っ張り出してきて印刷して、その中でプライベートがどれで、これが仕事用、これプライベート、プライベートっていう風に追っていく作業がすごく大変なんです。ほんとめんどくさい。これが仕事用はこっちで切る、プライベートで使うときはこっちで切るっていう風にしていただけるといいかと思います。どうしても1枚のカードでポイントを貯めたいっていう方もいらっしゃると思うので、ね、それはそれでいいんですけど、分けておいた方が経理上は楽です。一つ気をつけておかないといけないのは、クレジットカード会社の規約で事業用、ビジネス用として使うのは基本的に NG ですっていう場合があります。規約だけ必ず確認するようにしてください。そして、ね、会計ソフトの導入です。税理士雇うのはまだちょっとっていう方とか、自分で確定申告や経理をしていこうっていう方は、この会計ソフトの導入がいいかと思います。税理士おすすめ会計ソフトっていう動画もありますので、動画を見ていただければいいかと思います。情報発信ですね。次、ロゴ作ったり名刺作ったり広告したりホームページ作ったりという、自分のお店があるよとか、こういうお店やりますよっていう情報発信は早ければ早いほどいいです。皆さんも SNS は自営業ビジネスが必須ツールだと思うんですよ。これは早くやればやるほどいいです。まあ、早ければ早いほどいいです。それだけ言っておきます。これね、オープンしてからやろうと思ったら結局ついつい後回しになるんですよ。忙しいから。下準備をしておくことが本当にすごく大事。付けが後できます。で、1年分経理や帳簿ができてないっていうことは、その数字が把握できないと節税もできないんですよ。なるべく早めにするべきこちらの4点は、早ければ早い方がいいかなと個人的に思っております。これはやはり早くしておいた方が楽だなとか、あの後々お客さんが実際に、あ、これやっといてよかったなって言ってこぼす時があるんですよね。ふとそういうものを紹介させていただきました。今日の動画は起業前に知っておいてほしい情報をメインに紹介しました。事前に届け出がある場合、期限がある場合、損する場合がありますのでお気をつけください。まあ、私がどうしてこういう動画をしてるかって言って、やはりそういうお金の勉強ってやっぱ必須だと思うんですね。ビジネスするにあたって、このざっくりとまずは基本的な土台を知ってもらって勉強していただいて、次のステップへ進んでいってほしいなということで、動画で紹介したくてこの動画をやっております。チャンネル登録の方よろしくお願いします。高評価ボタンのグッドボタン、あとコメントや感想いただけるとすごく励みになるので、ぜひぜひ書き込んでください。オンライン上に税理士を味方につけるということで、小森より圧倒的にね、安い値段で税理士を味方につけることができます。相談や質問もいつもオンライン上でできます。そしてズーム会議というものありまして、1ヶ月か2ヶ月に1回でズームで私とつながってあのコミュニケーション取れますので、こちらも興味ある方は URL に概要欄貼ってます。私がどういうことを普段考えてビジネスをしているかと、スケジュールとか、まあ、裏話とかね、こう YouTube の裏話とか、実はこういうことに困ってるんですよねとか、興味ある方は参加お待ちしています。最後までいつも見てくださりありがとうございます。それではまたの動画でお会いしましょう。税理士川南でした。またね。次の動画でもよろしくお願いします。